皆さんどうも、タイガです。はい、今回ですね、やっていくのはこちら、ゲンガーさんですね。はい、ポケモンの中で一番好きなんですよ。自分が一番好きなポケモンを使っていきますよ。お相手がブイズ、エーフィブラッキー、デカヌちゃんドラパルト、ウルガモスハッサムで、確かドラパルトに弱いよね、ゲンガーね。あ、でもシャドブだったら落ちるのかな。やってみるか。でもウルガモスとかは倒せない気がするんだよな。回れたら終わり。まだ待ってくれたら逆にあれか、2発打てるのか、攻撃。じゃ、とりあえずこれでいこう。で、そうだな、サザン入れようか。で、エーフィブラッキーか。エーフィブラッキーは、どうしようかな。何がいいんだろうね、これ。エーフィとブラッキーに対しては。どっちにしよう、モロバレル。モロバレル。モロバレル。でも、炎いるぞ。ウルガモスがいるぞ。でも、ウルガモスいるけど、巨人。いや、ここは、モロバレル。いきます。ゆうきさん、よろしくお願いします。初めてのゲンガーだからね。いや、めちゃめちゃ好きなポケモンなんだけど、今まで、オンライン対戦をしてこなかったから、初めて対戦で使う。技構成は、多分流行りの技構成だと思います。シーズン1の後半にめちゃめちゃ流行ったらしくて。おっと、これはエーフィル相手。さあ、ゲンガー。いきます。で、ゲンガーの技はこんな感じ。シャドーボール、ヘドロ爆弾、凍える風、道連れ。はい。相手を倒して、ワンチャンね、道連れでね、さらに持っていくといった感じですね。もうテラスタルしちゃおうかな。これテラスタルする必要があるのかちょっとわかんないけど、ぶち抜きに行ってみようかな、シャドーボールで。相手ノーマルいなかったよね。ノーマルテラスタルとかされたら、すかしちゃうけど。行ってみていいかな。早いか。いや、エーフィどうなんだ、わからんから、わからん。いや、俺は C が早い、高いはず。このまま行く。玄関からシャドーボール、どう、落ちる。おー、落ちた、素晴らしい。というわけでエーフィ1体目抜きました。もうこの時点で仕事完璧でしょ。だってこれで1本抜いて、次出てくるキャラにもし不利でも道連れで持っていけば2本抜けるんでしょ。しかもこのゲンガーね、チーム後ろ姿だけどさ、めっちゃ見た目好きなんよ。なんなら人生初のポケモンセンターに行ったんですけど、人生初のポケモンセンターではゲンガーの巨大ぬいぐるみをちょっと購入しちゃいまして、ゲンガーの巨大ぬいぐるみなんと1万2、3000円みたいなの購入しちゃったんですよね。で、これが、これはもうドラゴンアロー打たれたら死んじゃうんですよね。死んじゃうんですけど、今回フェアリータイプのポケモンを持ってきていないので、モロバレルで耐えてもしょうがないよね。多分やられるもんね。どっちにしろこっちもやられちゃうし、耐えたら多分逆にこの後抜けなくなっちゃう気がするから、ここは凍える風で削りに行くか。だって道連れしても相手の方が早いでしょ。凍えますか。うん、凍えます。おお、何それ。え、耐えた。サイコファング、なんで相手の方が早いの。え、サイコファングって先制技だっけ。素早さ下がった。ここいる風さ、超強くね。何これ。え、なんで相手の方が早かったんだ。サイコファングって先制技、なんかリフレクターとかを壊すみたいな感じっすよね、確かサイコファングって。あ、俺も速くなった。なんだろう、なんかそういう持ち物があるのかな、先制で最初打てますみたいな。え、これ勝ち確定しない、終わりでしょ。もう何出してきても関係ないよ。イカサマしてくる。もうどうせ死ぬから道連れする、イカサマしまで勝ちやし。あー、勝ちました。ゲンガーだけで終わりました。え、何だったんだろう、さっきのサイコファングのドラパルト。ここより数より早かった。はい、というわけで2戦目やっていきましょうか。大変申し訳ないんですけど、普通に勘違いしておりました。ここいる風ずっと先制技かと思ったんですよ。そしたら、氷のつぶてが先制技で、ここいる風は別に全く先制ではなく、55威力プラス素早さを確定下げだそうですね。はい。
反省というわけでね、やっていきましょう。ゲンガー行きます。ゲンガーから行ってで、ドラパルト来ると嫌なんで、ドラパルトを受けれるキャラとしてミミック採用しましょうか。ドラゴンアロー無理っすもんね、耐えられないもんね、でミミックで、であとはまあガッサか、ガッサ、巨ジョン、ミトム、ミトム、巨ジョン、トドゲ、ドロゲザンだっけ、トドゲザンだっけ、ちょっとどっちか分かんないやつ、サザンドラ、サザンでいいんじゃないか、特殊、うん、これでいいでしょ。サザンの炎、キノガッサに有効、巨ジョンに対しても特殊有効、トドゲザンに対しても炎有効、これでいこうか。ドラパルトだけマジで注意しないといけないわ。はい、というわけでゆずきさんよろしくお願いします。もう一番好きなポケモンだからゲンガー、このポケモンで勝ちまくれたら最高だね。ちなみにこれ勝てると今4連勝中なんですよ。あの前回の動画で3連勝したんで、なのでこれ勝てると5連勝で人生初のスーパーボール級に行きます。ドラパルトから来ちゃった、それ嫌なんだよな、困ったな。でもちろんこれドラゴンアロー絶対打ってくると思うんでミミッキー引きます。ミミッキーはドラゴン無効っすもんね確か。初手ゲンガーに対して初手のドラパルトちょっと辛かったけど、まあしゃあない。このドラパルトぶち抜ければいいけど、どうだろう。ドラゴンアロー打ってほしいな、これ読まれたりとかしてほしくないけどな。これでなんかドラゴンアローじゃなくてゴースト系の技とか来たらマジでもうドンマイって感じ。あ、ラッキー、なんで不意打ちなんだ、ちょっとわかんないけど、これラッキーだね、食らってないから全然ラッキーで。ここからだね、ここがすごい大事。これノーマルテラサルか、でノーマルテラサルが相手のゴースト技をすかせるというわけなんで、まあ、これ多分、いやこれゴーストダイブとか来る、冬打ちトンボ返り、だってドラゴンアロー効かないでしょ、冬打ち効かないでしょ、トンボ返りとかあるよね、あとゴーストダイブとかよく覚えてるよね。だったらこれ身代わりしたらいいんじゃないか、ちょっとこれ身代わりでいこうか。あ、冬打ちだ、またラッキー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 、俺がじゃれつくすると思ってる、鍵打ちかじゃれつくすると思ってる多分。さあ身代わりして有利展開作ってこう、これからの呪いですよ、もうここまで来たら呪いでいいでしょ。さあそのまま冬打ち突っ張ってくるのか、ゴーストダイブしてくるのか、トンボ返り、多分トンボ返りすると思うんだけどな。まあでもトンボ返りするならするで美味しいですけどね。まあでも結局ドラパルトが抜けるか抜けないかすごい大事だから、今現状倒せないんで、うん、ドラパルト倒せるキャラは絶対に残してあげないといけないっていうのがあるんですけど、巨ジョーンか、あれこれ巨ジョーンに呪いって聞くの、知らない、これ聞くのかどうか、呪いは聞くのかな、うん、乗れかけたで回復して、はい、フィラの実で回復、あー乗れ入ってる乗れ入ってる、いいよいいよ、全然いい全然よし。でこの後だね、この後どこで自己再生来るかな、鉄壁とかボディープレス、ボディープレスはでも効かないわ、あれか、塩漬けが来るのか、塩漬け来るけど、これ鉄壁積まれて抜けなくなるの嫌だよね。先どっち来るかな、塩漬けから来るかな、塩漬け、うん、塩漬け来るって考えると変えるべきではないのかな。いやちょっと粘ってみる、いやどうなんだこれ、いやまだ化けの皮剥がれてないもんね。サザンドラにしようか、倒しに行こう、呪い入ってるし、サザンにして、まあ塩漬け来るでしょ、鉄壁だ、よかったよかった、美味しい美味しい、この鉄壁分美味しいわ、関係ないからサザンドラには、特殊だから。で食べ残し入るけど呪ってるんでダメージ入る、で次のサザンの攻撃で絶対倒せるんで、自己再生とか鉄壁はもう打てないから、相手は入れ替えるかそのまま突っ張ってやられるかでしょ。じゃあ入れ替える可能性も考慮した上で、様子を見る、相手を見る、ドラパルトがいました、でサザン出してる、でドラパルト交代読みでドラゴン打ってくんじゃねえかって感じになってミミック出してくるっていう説もあるから、ドラゴンタイプの技打つのやめよう、悪タイプでいいだろこのまま普通に、ガサだったら嫌だけど悪の波動でいい気がする、そのまま悪の波動突っ張るでいいよね多分、ラスターカモンでもいいけど、テラスタルはドラゴン、ラスターカモンの効果は特防下げる、悪の波動でいいや、
あ、そのままやられてくれましたね。多分倒せるでしょ。オッケー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 、いい感じで、ここでドラパルト出てくるでしょ。そうで、このドラパルトにはちょっとなすすべがないんで、また不意打ち来るかな。で、まあ、ここで不意打ち来る気もするけど、ミミッキュに引く読みをして何か違う技を打ってくる可能性もある。だって俺がこれでまたミミックに引いてきたら、もう相手あれだもんね、封印またスカるもんね。でドラゴンアローも打てないでしょ。そしたら何してくる。トンボ返りかゴーストダイブか。ちょっとこれ悪の波動突っ張っていいかな。あ、ドラゴンアローだ。普通にドラゴンアローってきたわ。じゃあ狩られますね。で、相手がこれこだわりしてるのかどうかも気になるな。命の玉ではない。じゃあミミックにしましょう。でもドラパルトって命の玉かあれが多いですよね。あの名前が出てこないわ。これ身代わるか。身代わる必要あるか。じゃれつくもあるけど、え、どっちがいい。1回は耐えるじゃん絶対に。身代わって痛み分けする。じゃれつく。身代わって痛み分けする必要あるか。じゃれつく普通に打った方がいいか。身代わってみよう。また冬打ち来る。いや来ない。ここはドラパルトなんだ。あ、ゲンガーが腐っちゃうなこのままじゃ。しかもこの身代わりが無駄になっちゃうかも。ただ痛み分けはできる。ミトム痛み分けするか。ここは身代わってるしもったいないもんね絶対に。で痛み分け剥げて、まだあれが残ってる最中にまた交代するか。次これでゲンガーに交代してって感じかな。どうなんだろう、どっちがいいんだろう。やっぱこだわり鉢巻きだよね多分。あの感じ HP ください。おお、だいぶ回復した。でトリックって何。うまく決まらなかった。何それ、トリックって何。持ち物入れ替えるだっけ。あ、でも俺も持ち物使ってるもんね。関係ないよね。ここでゲンガーに変えますか。じゃあ変える必要あるか。普通に乗ろうか。俺の方が早いこと確定してる。呪ってじゃれつくでもいいのか。乗ろうか。あ、呪い入る、ラッキー。これでドラパルト何ができるんだ。きつそうじゃないだいぶ。呪い、で呪いは入る。これちょっとゲンガーがうまく使えてないんだけど、勝てるんじゃないかと思ってるんだが、これでじゃれつくして落ちるんじゃないか。ここ痛み分けする必要ないもんね。じゃれつくするか。不意打ちしてくる。いや、してこない。トンボ返った。今一つだけでも剥がされるでしょ。トンボ返りしかやる技がないのかな。あれ、剥がれてない。え、剥がれない。身代わり耐えるんだけど。終わりじゃんこれ。絶対相手降参するって。身代わりトンボ返り1回で剥げないんだけど、やば、強すぎ。これは素直にやられてくれる気もするけど、どうなんだろう。ここはまだミミッキー化けの顔剥がれてないもんね。ゲンガーにしよう。ここでゲンガーにしよう。今このミミッキー絶対にやられたくない。身があったけど絶対にやられたくないから、これでゲンガーでミトも絶対倒して放電。めっちゃ減るんだけど。でも俺の方が早いでしょ足は。もうシャドーボールでいいよね。
うん、でまあここからはもうあれだから、じゃあ列区の 90% 引けば勝ちだから勝ちのはず。このままゲンガー突っ張りましょうか。ちょっとドラパルトが多いな。ゲンガーがドラパルト連続で出されて刺さってないんだけど、まあシャドーボー行きましょう。まあ何言ってくんだろうこれ、何言ってくんだろう。これワンチャンさ、ドラゴン効かなくなっちゃうからゴーストダイブ首読みで道連れとかでもよかったんかな。ちょっと見せたかな。あ、道連れでよかったわ。不意打ちを封じ込めた。あれ、不意打ち封じ込めちゃった。不意打ち封じ込めちゃった。あ、ってことは相手も不意打ち打てなくて、できるのがトンボ返りドラゴンワロー、もう一個ゴーストダイブなのかな。で俺今あれあるでしょ、じゃりつくでよくね。そうだよね、わらがきでしょ。でもこれは化けの皮あるから大丈夫で、で相手がわらがきしたからダメージ食らうでしょ、あの反動で。これで俺のじゃりつくが入って勝ち。よし、オッケー、いいね。ゲンガーが刺さったかどうかは別として、ゲンガー入れてから今2連勝、これで全部で5連勝で、これでスーパーゴールキーだ。素晴らしい、ありがとうございました。はい、それではゆったさんよろしくお願いします。全然知らないポケモンがいっぱいいるんだか、知らないポケモンだらけなんだか、どういうことだ。はい、まあとりあえず頑張っていきましょうか。ブラッキーはちょっと嫌なんですけど、まあゲンガーからいきましょう。初手ゲンガー、初手ゲンガーでデカヌちゃんがいるので炎タイプのサザンドラ、炎タイプの技を出せるサザンドラで、ストリンダーか、ストリンダーのなんか叫ぶ技がすごいっていうのは知ってる、それしか知らん。でオリーバー、オリーバーはマジ何やってくるのか全然わからん。ここはこうしようか。まあストリンダーのね、なんかハイパーボイスみたいなやつの超強いやつ、あれを避けるための、確かノーマルだもんねあれね。さあよろしくお願いします。やっていきましょうか。ゲンガーを初手からデカヌちゃん、鋼フェアリーのデカヌちゃんで、デカヌちゃんは電磁波とかステロを使ってくるってのは知ってる。肩破り、モロワールボディがバレていく、特性がバレるんだっけ、シャドーボール死なないから、これ電磁波打たれるとマジでめんどくさいんだけど、ステロを打ってくれるなら超美味しいんだよね。シャドウも打ちます。これ二角じゃね、手出したとしたら。もし相手が電磁波を打ってくるなら一回は耐えて一枚は持ってってくれるから、まあテラスタルは使っちゃうんだけど、いやテラスタル使わなくてもあれかな、もともと半分いくのかな、ちょっと見ないと分かんないな、そこらへん。ゲンガーマジテラスタル使う時のあの顔の表情、顔の表情ってなんかちょっとあの頭痛が痛いみたいだけど、いいよね。あ、よかった、テラスタル使ってデカハンマーでも耐えます、これ大丈夫です、一度残るんで。で私タスキなんで、で私の絶対に素早さ早いんで、これは勝てます、抜きます。入れ替えてノーマルタイプのポケモンとか切ってこなければ、ノーマルタイプいるのかな、ちょっと分かんないけど、頼むぜゲンガー、このままぶち抜いてくれ。デカヌちゃんこのまま落ちてくれないかな。先制技はないはず、初手で猫騙し打ってこなかったらないもんね。そもそも猫騙しはノーマルだからゲンガーには効きませんと。ゲンガー強いな。さあお相手めちゃめちゃ考えております、引っ込めてきた、なるほど、デカヌちゃんを残していく。ノーマルタイプのポケモンいるのか、オリーバー、オリーバーって確かダメージ与えるとなんか草が生い茂るみたいなあれだよね。あれシャドーボール効かない、え効果ない、オリーバーって何タイプなのこいつ、わけわからんタイプじゃん。えこれ道連れ打った方がいいのかな。オリーバー攻撃してくるよね、さすがにこの HP1 のゲンガーに対しては。打つかで、これで詰まれたらマジめんどくさいけど、殴ってくんないかな。やったー、でかすぎー、
というわけでゲンガーは倒されてしまいましたが、デカヌちゃんの体力を半分削り、めんどくさそうなねオリーバっていうキャラを道連れしていく。素晴らしい。いやもうゲンガーの仕事終わりました。完璧です、完璧すぎる。でこの後っすね、デカヌちゃんがまた来るのか、鋼フェアリーでね、デカヌちゃんが来るのかどうなのか。デカハンマーを持っているデカヌちゃん、ダイモンジ外れたらちょっと怖いんだけど、どっちから行くべきかなこれ。いやサザンドラでいいか、サザンから行こう、こだわってるし一回チェンジできるってこと考えたらサザンの方がいいな。デカヌちゃん、はい、で絶対にダイモンジ当たれば落ちます。ラスカじゃ落ちないと思う。ダイモンジ行きます。 80% だっけ。あ、猫魂痛い、しっかり持ってるね猫魂ね。デカヌちゃん強いよな。ダイモンジ当たれよ、絶対当たれよ。 OK、 よし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 。でデカヌちゃん落ちる。で次だね、次のポケモンなんだ。ダイモンジが刺さればいいけど刺さらない可能性もある。ルガルガン、岩だった気がすんなこいつ。そうだよね、変えましょう。ミミッキュに、ミミッキュに変えて。ルガルガンって何してくるのか全然わからん。ルガルガン何してくるんだろうこいつ。そう、だいぶ迷ってますが、そもそもルガルガンって種族値素早さがめちゃめちゃ速い。あ、攻撃力もちょっと高いんだ。でも何の技を使ってくるのかが全然予想できないんですけど、見たことないもん。テラッサル、何タイプだ。テラス岩、違う、格闘だ。あれ、これ格闘技使ってきたら避けれるくね、ミミックで。ガレつくかい。てかルガルガン素早さがバカ速いらしい。これちょっとやばいか。あ、命の玉、これやばくね。え、負けたくね、これルガルガンでこれ全力されてくね。素早さ負けてんぞこれ。終わったもしかして、これ多分耐えられないよね次の攻撃。え、どうしよう、まあ、じゃれつくしかないな。あ、避けた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 。 90%10% 引いた、よかった。マジで危な、え、ワンチャン負けてるんだけどこれやば、危なすぎるでしょ。素早さ負けてるからサザンドラワンパンでしょ、激危ないじゃん。たまたま勝ったんだけど。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回もやっていきました。はい、ゲンガーですね。道連れ決まりましたね。まあなんとかね、最後の試合は本当にルガルガンに全抜きされるとこだったんで、本当に危なかったんですけど、なんとか相手がジャレツカ外してくれて、あれ、ジャレツカ当たってたら死んでるのかな、どうなんだろう、やられきってるのかな、ちょっとわからないんだけど、やられきるのかな。まあ耐えるならば関係ないんだけど、あれでもし落ちるなら負けだったよね、ほぼ 90%相手が外さなければ。はい、まあ次のターンは多分インファイトが来るからどっちにしても負けですけど、 100% だから次は。まあでもゲンが刺さったんで満足です。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。